おひな様が近いですね。明日かな今日やっはー。ちょっとお日は暖かくなってないので、クマで変身で最初の方はね、クマさんでいますね。こんばんは。寒いね。みんなとこ雪降ってる？どうですか？今日の髪型ね、ちょっと見せますね。あ、明日か。明日だ。手巻きかな。みんな手巻きとかする？雪降りました。降ったよね。そうだよね。寒いね。てるてる坊主作りました今日。明日晴れるかな。じゃあ外します。じゃん、今日の髪型はこれですね。あ、仙台は降ってない。もう雨取って、ありがとうございます。ね、メールはちょっと結構なんかいろんな相談とかしたりしてるので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。そうです。じゃん、こんな感じです。じゃん、ほら、この洋服はなんかね、お友達にもらいました。可愛くないですか？めっちゃお気に入りなんですよ。じゃん、これはお鼻ついてます。くるりんぱしました。なんかいつの前座の日だったかな、藤崎さんと会った時に藤崎さんが初のデコ出しって言ってやってた髪型が可愛くて思い出したので、今日はこれにしました。あとですね、あのですね、皆さんお気づきな方もいるのではないのでしょうか、いつもより顔が明るいんです。やったそう、今日、そしてね、ほら、そう、リングライト買いました。あー、やったー明るいでーす、イエーイこれからめっちゃ明るいでーす、イエーイイエーイ。最初からこんなね、ちょっとテンション明るくしちゃって、初めましての人はびっくりなのではないのでしょうか。どうですか、リングライトね。さあ、顔も明るい、テンションも上げ上げで、ね、行きましょう行きましょう行きましょう。今日ね、めっちゃこの時間が、ま、もうね、ワクワクしてワクワクして、時間見て、あー、まだだまだだまだだって言って、やっとこの時間が来ました、イエーイ皆さんもアゲーでいきましょう、イエーイ何これ、一人でさやってるんだよ。キラキラー、おでこも光ってます。どうですか、いいでしょう、今日のハイライトいっぱいつけすぎていい感じに光ってますね。はい、あげあげです。じゃあ、初めましての方のためにちょっと自己紹介、キャッチフレーズしますか、しますか。そうですね、古澤さんを告げるぐらいのギャルで行きたいですね。見て見て、跳ねてる跳ねてる。はい、では行きます。みんな行ってくださいね、ゆっくり行きます。みんなが好きなのは、ちゃちゃん、10たす7は17、ラッキーナンバー17番、
みんなの頭の中ジュナでいっぱいにしてほしいな。富山県出身、高校2年生、17歳の麻生ジュナです。ジュちゃんって呼んでください。お願いします。イエーイここにフライパンと目玉焼きとウィンナーがあります。ここにはカラーカードが得意なので旗があります。そして不器用なのがとてもわかるぐらいの、ちょっとねこれめっちゃ時間かけて作ったから、ね、1個5分ぐらい、ちょっと 雑じゃないけど、なんかあの形がバラバラの花がありますねそして今日はですね、あのお出かけをしてきまして、可愛いお友達を連れて帰ってきました。いいですか。ちょっと右手と左のどっちから登場させようかな。こっちです。じゃーん、インヌ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 さん連れてきました。これあのほらショッピングセンターとかによくね、あの転がしている子がいるんじゃないですか。このコロコロついたワンワンですねそしてですね、もう一人一匹いるんです。じゃん、こちらもコロコロついております。散歩です。これあの紐外しちゃったんだけど、さっきまで家の中でずっとコロ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 ってして遊んでました。そしたらあの本物のペットの方にめっちゃ威嚇されましたかわいいですよね。あのこういう空気入る風船とかが好きで、はい、そうなんですよ、風船なんか空気入るものが好きですね、怖いとかさ言わないで空気入るの好きなの そう、なんかさバルーンフラワーとかめっちゃ可愛くない？わかる？伝わるか、バルーンフラワーっていうのかな、お花が花束みたいになってるのとかが結構もう目に入っちゃいますね。本物のワンちゃんも飼ってます。何犬でしょうか。染めた？染めてないよ、黒ですね。あ、でも昔なんかインナー金髪にしてたから、一瞬ね、一瞬ね、一瞬だからね、だからちょっと色落ちかなって感じです。ちっちゃいよ、うん、チワワじゃないですね。何犬でしょうか。柴犬、ブブー。そう、インナー入れてた。でもね、黒染め大変だよ。なんとかテリア、ブブー。ミニから始まる、ミニ、ミニ、ミニチワ、ミニチワ、シュナウザー、正解、イエーイ。そうです、ね、そして色がめっちゃ珍しくて、そしてあの耳も珍しいんですよ。普通のさシュナウザーってなんか耳こうなんなってんじゃん。でもうちのシュナウザーはこっちなんです、こっち。そして色もなんかね、茶色っていうかなんだっけ、レバーターみたいな色なんです。めっちゃ可愛いです。そう、耳立ってます、立ち耳ですね。うちのシュナウザーは番犬めっちゃしますでもね、頭いいのか分かんないけど賢い、ちょっとだけ賢いから、夜9時ぐらいになったら、あのいつもだったらめっちゃ思いっきりワンって叫ぶけど、夜になったらウッウッっていう感じの控えめの泣き方をしてくれます。ねえ、じゅっちゃんより賢いのとかさ
絶対昨日のじゃん。そう、あのね、おでこはね、前までちょっとカサカサだったんだけど、花粉なのかわかんないけど、カサカサだったけど、いっぱい保湿して治ったから、おでこ出し再開しました。こんばんは。犬だけじゃないの、もう一匹いる。当てられないかもしれない。これはハムスターとウサギの真ん中みたい。もうさ、それって言ったらもう一匹しかいなくない？あ、正解ですね、モルモットです。そう、ミケなんですよ。茶色と白と黒の、めっちゃ可愛いですね。モルモットね、泣くんだよ。ぷい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 、可愛くない？ぷい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 って言う。そう、モルモットはあの結構おじいちゃん、何年目だろうね、小5とかにからうちにいます。亀はおばあちゃん家です。あのね、メールを取ってくださってる方には一度送ったことがあるんですけど、まあ、いっぱいね、種類がまだまだあるので、これからちょくちょくまた出していこうかなと思うんですけど、昔亀を散歩させてました。なんかね、アニメに亀散歩させるお金持ちの男の子のアニメがあって、それを何で見たのかな、すっごいちっちゃい時なので、うちも亀いいんじゃんと思って、亀に輪ゴムくっつけて、犬のリードつけて、お庭散歩させてました。さあ、本当に動かないよ、もうそれまでのしのしのしって行くだけ。たまにあの普通の道路とかも散歩させて。そう、お洋服。そう、あとはめっちゃ思い出ある、亀とは。ちっちゃい時の覚えてるわ、あの自転車のカゴとかに入れて散歩させました。だいぶ亀もかわいそうですね。まあ、でもほとんどずっとこうやって持ってた、あんま歩いてない、道路は危ないからね、歩かないよ。のしのしって感じ。どうなんだろう、喜んでたんじゃない。あとはなんかちっちゃい子用のスクーターってあるものはあるんだけど、カゴがついてて、そこにカメを入れたりして一緒に家の周り一周とかしてました。まあこんな感じです。いつ料理配信するの？そう、料理配信もこの20分ぐらいの間でできるものがあるんだけど、最近あの学校でやったの、被災食なんだけど、それをもう全然すぐできちゃうから、ここでね、こうもみもみして作ろうかなとか思ったりもしてます。はい、明日？それはどうだろう、ちょっとあんまり保証できないかもしれないけど、でも明日も配信します。明日もいっぱい喋るね。あー、そうだね、オムレツとかそのぐらいだったらいけちゃうかもね。うん、すぐできるものがいいね。菜食ってなんか火も水もあまり使わずに作るものです。あの被災食ですね、はい。結構あの食べてみたんですけど、味付けとかをうまくすればそんな食べれないこともないかなって感じのやつでした。あと
オフチョコって何だと思いますか？最近知ったんだよね、オフチョコ。オフチョコ作るよって言われて、え、オフチョコってって思ってたら、オフ、オフ、フじゃん、フチョコ、フ、お味噌汁とかに入ってるフを水でちょっとふやかして、ココアとかをココアかけてもみもみして、それをオフチョコって言うんだって。それも被災食らしい。水ちょっとでできるから。そうで、フだから保存期間も効くし、いいんだってって感じです。そう、あともう一個のはまた今度紹介しますね。あ、コマもおでこ出してた？ほんと？二つだったかな。そう、前髪ね、今ねこのぐらいまであって長いから、横にするかセンター分けでしかねいられなくて。そうです。あ、15分経っちゃったので、そろそろスクショタイムに行こうと思います。今日何しますか？何にしますか？オフ、オフチョコのフ。ワンちゃんいいね。ひな祭りポーズどんなの？お代理様、おひな様ってさ、どんな格好してたっけ？センスみたいな、こんな感じ。これなんだろう。でもこんなん、え、イメージ的にこんなん違うよね。じゃあこれでいく？いきますね。あ、これか。ほら、あ、冠みたいな、こんな感じ。いきます。3、2、1、はい、いきます。次、犬。はい、あとはおでこ。モルモットのポーズ、なんだそれ、あるかな。こんな感じ。はい、こんな感じです。じゃあ皆さん、また明日よろしくお願いします。ありがとうございました。いっぱいキラキラもありがとうございます。ハートもいっぱいありがとうございます。はい、ではでは、そろそろ悲しいのですがお別れの時間です。今日も彼氏たく。これ昨日見た人しか分かんないよね。ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。ハッピーハッピーハッピー、チピチピチャパチャパ。髪の毛ブンブン。あれ大丈夫だった？大丈夫？めっちゃヤバい人みたいだったじゃない。こだ。ありがとうございました。皆さんまたね。バイ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 。ありがとうございました。やってないよ。大丈夫、これが通常、学校もこんな感じですよ。はい、やっとちょっと素を出せるような感じになってきました。じゃあねー、バイバーイ、またねー、また明日ねー。